世間では新型コロナウイルスの影響により自粛ムードが漂い、イベント中止などが相次ぎ景気悪化、内定の取り消しなどが起きています。今ワイズとして私たちにできること、そして IT の総合商社として今だからこそすべきことをワイズメンバー一丸となって実行しております。ワイズではデジタルシフトを推進する企業として、以前よりテレワークに関わるサービスを提供しておりました。政府からの要請、臨時休校もあり、急遽テレワークを余儀なくされる方も多くいらっしゃる状況の中、環境整備を支援するためテレワーク応援パックの提供を開始しました。通信容量無制限の Wi-Fi を3万台限定で月額2980円で提供。企業、店舗宛ての電話をご自身のスマートフォン、ソフトフォンにて受電することができるシステム、クラウドフォンを3月31日まで無償で提供。電話の自動受付サービス、iBot と、ウェブサイトのチャットボットシステム、Cbot を3月25日まで無償提供。また、補助金ポータルにて、東京都テレワーク助成金申請サポートを開始しました。テレワーク環境の整備を予定されている方に少しでもお役立ていただければ幸いです。それぞれの申し込みについて詳しくは説明欄をご覧ください。ワイズでは新型コロナウイルスの影響で内定取り消しになった方々を救済すべく、2020年4月入社にも間に合うスピード選考を行っています。2020年新卒の採用も3月31日まで行います。感染拡大防止の観点からオンライン選考を実施、書類選考、エントリーシート不要で全員とお会いします。ワイズでは社員が安心して働ける環境を整えています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務制度を活用したリモートワーク、時差出勤の推奨、社内社外会議のオンライン化、社内衛生の強化などの対策を行っています。新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい混乱状態が続いておりますが、今ワイズとしてできる経済活動を精一杯行い、社会に貢献できればと考えております。